前半総括いたします。日本代表、インドネシアとの戦いなんですけれども、前回のオーストラリア戦では、相手の541、攻撃時343のような格好になるんですけれども、に対して343でミラーゲームせずに、森田が降りて、 で両サイドが広が広っ,っていう試合だったんですけれども今回ですね予想では相手451の予想だったところ試合見ていくとですね541に落ち着いてきたと前半序盤相手がかなりプレッシャーかけてきていてちょっと混戦だったんですけれども時間経っていくと541だということが分かってきたでそうなってくるとこれミラーゲームになっちゃうんですよね3バックでやってるとここ数的肩でこのサイドハーフ対象がいませんので上がって できてプレッシャーがかかる。で、結局3トップが3バックをはめて同数取ってでビルドをダウンしちゃう。 っていう状況が結構続いてて至るところでパスは渡すけれども1対1っていう状況が見られてボールが落ち着かないっていう序盤の流れでしたただここから日本代表少しずつですねフォーメーションを相手に合わせ始めましたどういう合わせ方かって言うとですね序盤はですね橋岡が少し右サイドをケアしながら板倉と町田が残ってっていう格好だったんですけれどもそうなってくると相手のワイドを広げる選挙 選手がいませんのでここがこうなってきて結局密度が高まってきちゃうでサイドに展開できないで展開したとて受けては三笘1枚三笘1枚になってしまうと相手5バックのウィングバックが対峙しますんで幅があるからすぐ対応できるっていうこととここの右のサイドハーフサユリっていう選手なんですけどここのサユリがですね対応してきてダブルで対応という格好になってなかなか三笘のドリブルもうまくいかなかったそして守備でもですね 問題ごと発生です守備でもこういうふうに3バック作って で相手のトランジションに備える格好のあるんですけれどもイタクラが相手のトップに対してですねこの辺でしたけどもエラーを起こしまして1対1を打たれるという場面これはザイによって防ぐことできたんですけれどもやっぱり数的型とはいえここの枚数で言うと1対1 4バックで2センターバックだったらこういう対応になるはずなんですよねだからここでエラーが起こったとしても次1枚すぐに対応できると保険があるということなんですけれども日本代表こうやってたんで トランジションでの守備に問題を抱えていた。で、プラスですね、守備時に日本はがっつり引いた時に、ドーアンと三苫が下がってきて、で、相手はですね、さっきも言ったサユリとですね、左サイドハーフが上がってきて、ここでシャドウを組むと、ツーシャドウを。 で、ウィングバックが高い位置を取って、結局、日本代表と同じように343を作ってきますと。で、ここでインドネシアがやってたプレイっていうのは、ここに蓋がありませんので、ここが引いてきて、で、三マはウィングバックで高い位置取りたい選手なので、引力が前目にかかるということで、こうなると。で、ここのスペースをですね、流れてきて使われて、三マ下がる。また上げられて下がるっていう、この三マのところ、 徹底的についてるなと。で、これはですね、ここ最近の日本代表の問題視、私がしているところで、三マと同案っていう攻撃的な選手に、本当に守備的なプレーができるのと、守備力としてどうなのっていう問題を相手もついてきたというところだと思うんですよね。結局、オーストラリア戦のオンゴールになりましたけれども、失点も三マのね、対応からやられてる部分があったんで、まあ、そこ怖いなというところはありました。ただ、前半の中盤から終盤にかけて、 けて日本対比を少しずつペース握り始めます流れなんですけれども541のインドネシアに対して町田がですねここを取りに引き始めたと橋岡がこっち取り始めてで森田が下がったりとかエンドが下がったりして4141433の格好を取り始めるとで 一点目なんかは、遠藤がここを運んでいきまして、鎌田へのパスコースをちらつかせることによって、相手のサイドハーフをぐっと絞らせて、で、空いてきた町田に渡し、町田からバイタルに横パス差し込んで、こっからの崩しの連携で決めた得点だった。で、その直後なんですけれども、次の得点は鎌田がここを取ったことによって、詳しくハイライト見てほしいんですけれども、さっきはさゆりはここのパスコースを内側に絞ったことによって、 で、今度はさゆりは鎌田だっったたけど、ここを広がって対応したんでで、すよねで。そうしたことによって、今度逆にここの内側疲れたということで、三笘にボールが出た。さゆりもそれに反応しようとしたんですけれども、足伸ばしましたけれども、数十センチ足らず。で、最終的にセンターバックと三笘が対峙して、そこからの流れで南野がシュートを決めたという格好でしたね。 ということで、日本代表相手の541に少しずつ対応を見せ始めている。時間をかけて少しずつアジャストさせていっているな。というところなんですよ。ただ、問題は町田がここを取ってるっていうのはいいんだけれども、例えばね、流れとしては3バックをまず作る。で、ここで遠藤だとか森田とかが降りてきて、町田が少し高い位置を取るんですよね。ワイドを取る。で、まあ、橋岡も同じような流れで取る。 で、この状態はいいんですけれども、遠藤森田もやっぱりここに引力を感じてて、ボールが少し展開されたら、例えば、板倉に渡ったら、上がっちゃう。そしたら町田がまた戻んなきゃいけない。っていうことで、取りきれない高い位置を。で、ここの無駄な移動が始まる。それだったら、遠藤とか森田が最初からここを取るとかですね。もうそもそものフォーメーションを4141に変えちゃって、 でサイドバックの選手を入れてですねビルドしたらいいんじゃないかでも4141に変えたら相手が時間かけて攻撃してきた時にこうなりますんでここが怖いじゃないかという話なんですけれども4141だったらまず相手にプレッシャーをかけることはできるし高い位置で取ることができるし引いてきて枚数問題になった時にもサイドバックが下がってですねピボーテが下がればまず同数は作れるということなのでそういう調整の仕方ができればベストではあるなという見方です日本代表後半動いてくると思います この間もね、森田が左のサイドバックになったりして、後半になって対応してきたんで、私はそれは森安監督、素晴らしい修正だというふうに評価したっていう記憶がありますんで、この試合もそこに期待したいなというところですかね。まあ、それをした時に、この間の試合は森田がここを取ってたりとかですね、また戻ったりとか、やっぱり引力を感じちゃってるっていう部分は多くの選手に感じるんで、ただその引力を一番断ち切れてるのが町田だなっていうところで、他の選手もですね、町田のよう にポジションを最適化させて、でそこのポジションのプレイヤーとしてプレイしてほしいなというところで後半も見守っていきたいと思います。前半総括以上です。後半総括いたします。ハーフタイム終了後、後半開始とともにもう2点差ついてたんでね、南野に変えて前田大膳が投入と。でこれによってですね、大膳が左のウィングバック、そして三苫が左シャドウ、鎌田右シャドウと。 いう格好になりました。そして日本代表49分でしたが早々にゴール奪います。っていうのも日本代表が後半の修正に加えた点として一つ大きいのはハイプレスを狙いに行ったと。でまあこうやって で、ミラーになってますというところで、相手がね、3バックでセンターバックがこういう風にゴールキーパーと4バック作るんですけれども、これについていってですね。で、こうプレッシャーかけたのかな。で、パスを出したところ、森田がインターセプトして、キックフェイントとかして打ったというところで、3点を奪ったというところで、後半が始まりました。で、大前を左に置いたっていうところなんですけれども、おそらくこれも修正で、ここで前半3点 降りてきた三笘がやっぱり降りるっていうことに対してのピンチを作った部分もありましたよね。三笘が降りるのが遅れて町田が出てその裏やられたっていう危ないシーンもあったんで。で、ここでまだアップダウンが効く前田大然を持ってきたんじゃないかと。で、前田が入ったことによってですね、後半の序盤だったと思いますけれども、相手がこのボールをヒールで落としたところを拾いに来る。 っていうところで大善がカットしたりとか守備的にこのアップダウンっていうのは適切に効いてたと思います決して過剰に戻ることなくしっかりプレッシャーをかける体勢を取りながらも必要に応じて降りてきたという大善の守備センスは感じましたで日本代表ここからまたさらにメンバーを変えていくまずは堂安に変えて菅原投入とこれで4バックかと思えたんですけれども結果3バック継続 で、三笘を落としまして、順也投入と。で、これによってですね、鎌田が左行って、順也が右のシャドウという格好になりました。で、相手がですね、ここの右のサイドハーフ攻撃時右シャドウのところの前半のインドネシアのキーマンとも言えるサユリが引きまして、アルハンという選手に変わった。で、これね、相手チームのすごくいい修正だったと思います。っていうのも、日本がハイプレスをかけてきたことによって、 で、また日本のハイプレスっていうのもいいんですよっていうのも、日本が引くとファイブバックで三苫だとか堂安っていうアタッカーがこう引く。で、ここで引いて守備者として強い選手じゃない。じゃあ高い位置でなるべくプレイした方がいいよねという話になってくる。だからハイプレスをするっていうことはいいことでした。まあ、この変わったメンバーはちょっと守備力も強化されてますけどね。で、ハイプレスをかけてきて。 が隙を見ながら、繋ぎながらも、やっぱ最終的に蹴るんですよ。蹴るということをしてきた。ハイプレスだから蹴り始めた。日本が343というフォーメーションを活かすためにハイプレスをしてきた。で、ハイプレス対策として、フィードを多発し始めた。で、フィードを多発し始めると、裏に出たボールをクリアしする。で、クリアの対策として、ロングスローができるスロワーを入れてきたと。 いうですね。ま、あこれが決定的なピンチにつながるっていう場面はなかったんですけれども、3、4本ロングスローをこの時間集中的に受けたという流れはあって、ちょっと全体的に殴り合いの展開になったし、で、相手がスローインするってことは、スローインにオフサイドはありませんから、相手がね、押し込むっていうことでもありますし、日本のウェイトが後方に傾いたと。 で、相手も3点差追いかけるためにハイプレスかけてきます。で、日本もここで蹴り始めたと。で、蹴り始めて、やっぱり殴り合いになってきて、お互いのディフェンスラインが低い位置で、陣形をコンパクトにする前に蹴り合う状況でスペースがお互いあるからね、素直にサッカーすれば蹴り合う格好になるんですけれども、という展開になりまして、殴り合いの様相に入ってたというですね、内容でした。ただ、日本はここから象徴的だったのは森田がこの辺でボールを持った時ですかね、殴り合いの の様子をブチッと切ってですね相手に下がるだけの時間を与えた。そうすると相手は541しっかり作りますと。で相手を戻らせてでビルドをしっかり始めたと。 で、相手はブロックを作った状態から、はい、またプレスに行きますねっていう格好になった。で、ここでですね、サイドを取った菅原。で、純也も中でプレーしたりしてたんですけれども、やっぱり中のプレーよりも外がいいかなという印象は受けました。菅原とのコンビネーションも素晴らしかったし。で、菅原にボールが渡ったところ、菅原が純也にパスをつなぎ、 っていうのもね、これね、純也がね、中に入っても、菅原が張っても、橋岡がここに来れば話違うんですよ、また。だけど、橋岡が下がるならですよね。なら、こっちの方がいいよね、という話。で、菅原から純也。で、純也が受けた時に、この純也の対峙している相手のウィングバックのこの裏側のここのスペース。めがけて、菅原がですね、突破していった。ワンツーで。で、相手のディフェンスラインこう下がりまして、 クロスのコースが見えたんですが、ここに入れずに。で、最終的にこのコースが消えました。だけど、菅原その後落ち着いて、キーパーの左方をかすめるようなニアハイを入れまして、4点目と追加点を奪って。 で、試合とととししては決ままったたかななさすがににいう格好になりましたでその後ですね、まあインドネシアもいろいろ選手交代するんですけれども、日本は旗手を投入。この投入はいいんだけれども、旗手がシャドウとしてプレイしたんで、サイドプレイヤーもできるっていうところのメリットがちょっと出なかったかなという感じをしましたね。で、小川変えて、 で、大橋を投入したです。まあこの試合ね前半はね戦術的に見応えあったんですよまあまあワントップに対して町田がここを取って4141化したりとかですね森田が降りてね4141化したりとかまた町田が引いて今度橋岡が上がって。 フォーメーメションを合わせたりとかです、ね、いろいろやっててまあそれはそれで機能してた反面機能しきれなかった部分もあってっていうのもポジション引力をやっぱ強く感じてるっていうところだとか相手が攻撃になった時にディフェンスライン3対3同数になってしまったりとか数的肩になってしまってプレッシャーが効かなかったりとかいろいろ課題は課題であったんですけども前半はビルドに関しては完璧とは言えないまでもロジカルな動きは見せてたなと。ただこの試合得点が前半で動い 多分チームとしての収穫は三マだとか堂安だとかっていう引いた時の守備力を前田とか菅原がウィングバックとして守備力を担保しながら選手の交代によって守備力を強化するっていうことを実験的にやりたかったのかなーっていうですね印象を受けましたで後半は試合の流れ的に評価できるところはなかったのかっていうと別にそうではなくて3バックでね残念ながらビルド自体はやってて で、すけれどもも相手も前残りし始始めめたたのでででお互いススペースができ始めたでさっきお伝えした通り、森田が時間を作ったっていうのもあるし、この広がりすぎたバイタルをですね、旗手がうまく時間を作ったりとか、相手のパワープレイ対策として、できた中盤のスペース、ここだとかここだとかですよね、をうまく使って、相手にブロックを強いると、で、スコア的にリードしてるんですけれども、相手を押し込む展開を作れたっていう、そういうゲーム ゲームププラン的ななレイは評価値するかなと。ただロジック面に関しては前半の方が圧倒的に良かった前半のロジックと後半のゲームプランという感じでまあ、見応えの角度が違う試合になったのかなという印象を受けましたでまとめとしてはやっぱりそれでも同数っていうことには怖さを感じたかなというのは 後半も3トップになってですね板倉が外されて町田が出て行ってこっちに繋がれて打たれるとかっていう部分もあって相手が本当にビッグチャンスをものにしていたなら3失点ぐらいはしてたのかなと思うし日本代表は逆にいいゴールを決めたっていう部分もあるしやっぱりここの同数問題っていうのは間違いなくあるこれが例えばフランスだとかアルゼンチンとかと戦いますってなった時にすぐフォーバックとして機能 するか とも思えないし、じゃあ3バックのままやるとエンバペだとかメシだとかに対峙するのかっていう話にもなるし、ということを考えるとやっぱりこの時点で4バックをやるべきだし同数で守り切ろうっていうのはリスクでしかないというところでまあ戦術的な成長っていうのは今後も期待して見ていきたいなというところですねただゲームプランタとか前半ちょっと垣間見えた4バックはまあ良かったただまあ状況を見て森田が降りたら町田広がる。 で、森田がまたパスが前に繋がってたら上がるんで町田下がろうねって、これはね、やっぱり状況をいちいち判断しなきゃいけないっていうことと、責任のありどころが明確にならないっていう意味でも、やっぱりしっかりとフォーメーションフォーバックに変形するんだっていう、そういうですね、完全なる陣形の変形、一時的にじゃなくて、完全に変形するっていう状況づくりが、陣形づくりが必要なのかなというふうに感じました。ということで、そ括か以上でございます。今後のですね、日本代表の試合なんですけれども、 次は日本対中国これもアウェーですよね11月の19日火曜日また9時からでございますこの試合もお願いしますそしてチャンネル登録まだお済みでない方はいいねチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで総括以上です失礼いたします <music>